福面コネチカット州の外来古体機種植物の一つ、米末の若い旧華松ヘリカメムシレプテグロスサス、オキデンタリスは、北米大陸西部原産のヘリカメムシ科の昆虫の一種。主に松類の害虫で、その種子や新芽などから吸収する。北米大陸では20世紀中期に、在来地である西部から東部に分布を広げるとともに、欧州では1999年に、 イタリアで外来個体が初めて発見されて後、欧州各国で急速に分布を拡大させた。日本では2008年に東京の複数箇所で確認され、埼玉県や神奈川県も含む首都圏を中心に分布を拡大しつつある。原産地カリフォルニアから記載され、カナダ、アメリカ、メキシコのロッキー産無薬異性の地域、移入個体群北米東部、 欧州各地、日本。成虫は体長15から20ミリメートル、体幅5から7ミリメートルでカメムシとしてはやや大型。胴体も頭部も縦長で、全体に赤葛色褐色、微細な毛に覆われているため光沢はなく、サビ色に見える。後ろ足の形節に、先端方向に広がるオール状の養生辺を持つのが、このグループの目立つ特徴で。 本州の洋上編は、形折本体を挟んで、ほぼ左右対称で、表裏両面に小白板が一体ずつあるが時に、不鮮明、終焉部には微細な巨子があるが透明に目立つような大きな棘はない。後ろ足全体は、他の足よりも太く発達しており、桃節公園には7個前後の小棘が並ぶ。中足は、細いがやはり、桃節の公園に数個の小棘がある。 背面に重ねた羽の中央付近には横切るようなジグザグ状の白線繁華、もしくはその一部の実が残った小さい菱形状の門があるが、これらは時に不明瞭となることもある。羽の外縁からはみ出している腹部側縁も濃淡の段々模様となる。幼虫は体型は異なるが羽がない以外は成虫と同じ構造で体の割に足が長く、 オレンジ色の地に黒い小渕があり、後ろ足の養生片は、成虫のようには発達しない。羽がないため弱霊幼虫では、腹部背面の全部が、中霊幼虫でも大部分が露出する。外洋生活館北米西部では5月から6月頃に、越冬していた成虫が現れ、餌を取りながら、繁殖行動に入る。卵は円筒型で、中春から晩春にかけて、 主植物の葉の葉付けけ根などに数個ずつ産みつけられる卵は10日ほどで孵化し、一例幼虫は早若い休暇の臨片などから、吸収し、2例目からは、種子などからも吸収する。一方、越冬成虫も引き続き吸収しながら産卵する。カメムシ目は、不完全変態のためさなぎにはならず、孵化した幼虫は4回脱皮して5例で、修例幼虫となり、 5回目の脱皮で成虫となる。8月中旬頃になると一つの枝にすべての年の幼虫と新成虫が見られるようになる。秋にはすべて成虫となり冬眠場所を探し回りながら木の割れ目などに移動するが、この際に建造物内に多数個体が入ってくることもある。奇種植物末族を中心に40種以上の植物が報告されている。主なものはの通り。 日本では神奈川県の黒松の記録がある。などなど、北米松ヘリカメムシは1910年にハイデマンによってカリフォルニア州とユタ州との標本に基づいて新種として記載されたが、ハイデマンは同時に他の産地としてコロラド州やカナダのバンクーバーを挙げて、その分布用体から本種は明らかに北米西部の動物省に属する種であると述べている。そして、 ハイデマンの言う通り、在来個体群は北米大陸のロッキー山脈異性のブリティッシュコロンビア州からメキシコに至る地域に分布していたと考えられている。しかし20世紀半ばになると、これらの産地よりも東の記録も加えられるようになり、コーバーはネブラスカ州の記録を追加した。しかしシャフナーは、 すでに1956年10月の時点で、ネブラスカ州よりもさらに東に位置するアイオワ州のアイオワ州立大学キャンパス内で多数採集されていたこと、当該地ではそれ以降毎年採集されて完全に定着していること、これに加え1961年には古代古地域のインディアナ州でも一個体が採集されていることなどを報告した。1970年代に入ってからは、 東部での分布拡大がより顕著になり、1980年代半ばには古代湖周辺の地域に確実に広がり、1990年にはニューヨークまで達し、さらに分布を拡大した。欧州欧州では1999年にイタリア北部のビジェンツァ近くから報告されたのが最初である。これはベネツィアの港湾化。 空港あたりが侵入口だと推定されているが、その後はイタリアを含む欧州各地から報告が相次いだ。年代順では2002年、スイス2003年、スロベニア2004年、クロアチア、スペイン2005年、オーストリア2006年、ドイツ、ハンガリー、フランス2007年、ベルギー、チェコ、スロバキア、イギリス2008年、モンテネグロ、 ポーランド、セルビアなどである。欧州本土とドーバー海峡で隔てられたイギリスでは2007年1月に、ドーセットのウェーマスカレッジで最初に発見されたが、この年はそれで終わった。しかし、翌2008年の8月末に、南岸のサセックスやケントで多数見つかったのを皮切りに、同年のうちに、クレートブリテン島南岸を中心とした各地から、報告が相次ぎ、 10月にはより北方のカンブリア州、ケンダルからも報告された。日本現在判明している日本最古の文献上の記録は2008年3月26日27日に東京都小金井市、関野町の住宅地の網戸から採集されたものであるが、同年10月28日には東京都八王子市二重里町でも下草を徘徊中のものが採集された。 また、ウェブ上でも東京都練馬区石神公園や道、千代田区公居東居園など都内各地や、埼玉県狭山市や神奈川県からの報告が見られ、これらのデータは、本種が2000年代後期に外来し、2009年までには、少なくとも、首都圏に広く分布するようになっていたことを示唆している。俗名、レプテグロッサスはギリシア語のレプトス、ラムダイプシロンパイタウ、細い、薄い、キャシャナ、 クロッシサ、ガンマラムダシグマシグマアルファー、ゼツ、種名オキデンタリスは、ラテン語で、西の、西部の。英語名ウエスタンコニファシードバグは、西部の松の種の虫の意で、省略して、WCSB ということもある。またリーフ、フテッドバグと、通称されることもあるが、これは後ろ足に、洋上辺を持つ本属や近縁属の種の総称のため、正確な表現ではない。 マツヘリカメムシという和名は、日本初記録の報告の際に、新称された。ハラキサイ類自種ブライローフスキーバレラによれば、足ロヘリカメムシ属レプテグロッサスは53種に、整理される。北米では、本種は時に得る高キアラスと混同されることがあるが、高キアラスは、後ろ足の外側の腰上部が、軽節先端まで達するのに対し、 本種は内外の養生部とも形成の役に3の長さまでしかないことで区別できる。また、本属のほとんどすべてが北米南米のみに分布する新世界の種であり、旧世界で見られる種は世界の熱帯亜熱帯に広く分布するカキのアシビロヘリカメムシただ一種であったが、マツヘリカメムシの移入により、旧世界の本属は二種となった。ありがとうございます。